ちゃんね、賢いんですよ。いつもその瞬間をね、取ろう取ろう思うんですけどね、取れない。帰りましょうって時に、ちっちって、おしっこって言ったらね、周りにね、気になるような人物がね、うろうろしてたりしなければ、おしっこしてくれるんですよ。すごい特技かも。ね、元野犬で。でね、たきちゃん、この顔見たらわかると思うんですけど、また一歩ね、何かがね、取れたんですね。また一個ね、近くなったなと思ってね、それが嬉しくて、もう全然表情とか、なんか仕草とかね、違うし、もうふとね、そーっと振り返ったらね、割と後ろね、近くに近づいてきてるんですよ。まだ完全にはよう近づきませんよ。だけど、まあ完全に近づくことは多分ないです、この子たちはね。だけど、だいぶ心許してくれてて、なあ、たきちゃん。ワイトブラッシングもまだ昔みたいにビターっとね、壁に左半身をくっつけてね、もうここは死守しますみたいなね、そんな固まり方ではなくてね、割とね、またできるようになりました。だから左半身もね、綺麗でしょ。去年よりはね、綺麗と思います。でね、今日私が今動画を撮ろうと思ったのは、このタケちゃんも撮ろう思ってたんですけどね、これ何ですか。これ雪降ったんですか。ここだけ、タケちゃん、ここだけ雪降ったんやってな。これね、私はさ、いつも来たらね、ここでね、何が起こったかいうのはね、もうすぐ分かるんですよ。で、これね、あ、キッシュの毛やなと思って、キッシュね、ここで毛取られたんですね。その動画を撮りはったんでしょう。で、このままね、置いといたら、また勝手にね、消えてね、どっか行ってしまう、どっかなくなってしまうってね、思ってはる人がいるんですよ。うん、本当に。これね、なんかクリスマスツリーに飾る綿みたいな綿みたいですよ。ほんとね、これその場でね、刺したやつ取っていけばね、ささっと取れるんですけどね、邪魔くさいんですね。うんちとかもね、そうですよ、今つぶやいてますよ、ブツブツ。うんちとかもね、朝どれだけの子が出て、誰が出たかっていうのまでね、大体わかりますね。黙ってはるつもりですけどね、わかるんですよ。そのうんちがね、どんだけ時間経ったかとかね、あの子のうんちはまだないなとかね、実は私分かってるんです。だいたいね、うんちする場所ね、それはしたくなった時にしますから、絶対ではないですよ。だけどね、だいたいね、場所決まってるんですよ。だからうんちこんなのしあったなっていうのが、もうその子の顔をね、思い浮かべながら拾ってます。でね、その拾う時な、あれって昨日ちょっとはなんか脂っこかったかなとか、何のフード食べてたかなとか、分かるんですね。で、今日はみんな全体的にちょっと柔らかいなとか、あれやっぱり最近水分取ってへんから大水分不足のうんちやなとかね。だからね、私拾う運命にあるんですよ。で、逆に言えば本当、ボラさんとかもね、一緒に手伝ってよっていう時はありますけど、私がする方がね、本当はね、こうやって状態が見れるんで、大丈夫、何したはんの、いいんです。ね、これほんま趣味ですね、ほんと。ちょっと携帯を置いたらどうなりますか。よいしょ、これで。よいしょ。タケちゃんもね、カメラがね、やっぱ非日常なんで、いつも私あえて泣き出しているときはね、分かりやすいよ、タケちゃん。カメラはね、本当非日常なんで、普段はね、この子たちに向けてない、ね、何も持たずにいることが多いんで、
やっぱりカメラ持つとね、あんなとこまで行っちゃう。非日常といえばね、私ね、やっと美容院行ったんですよ。もう時間がないから、ついついね、ついついっていうかもう、行きたい行きたい思いながらね、後回しにしちゃいますよね、自分のことって。ね、別に、髪の毛ぐらいと思って。だけどね、行ったらやっぱり、染めたりなんやしたら、2、3時間かかりますから、その時間をね、捻出するのに、どうしても、後回し。まあ、シワがもあるしね、もう髪の毛も、なんかもうボサボサだし、まあ、いつも帽子をかぶって隠してるわけです。もう楽ちんです、帽子。だけど、夏暑いですけどね、さすが、夏用って言ってもね。で、帽子してます。で、まあ、こっちでも帽子か、まあ、タオルを巻いたりとかしてくぐってますけど、その日ね、まあ、美容院行きたてで、もう先に行ってきたからね。で、こっちでね、まあ、髪の毛まだくぐってなかったんですよ。ほんなら結構やけんたち、お前は誰だわみたいなね。ちゃんとね、匂いとかで、この子たち、まあ、目で見てね、匂いして確認ですけど、やはりね、突然、いつもと違う感じで来て、で、匂いもね、やっぱ美容院の帰りって、なんか匂いあるじゃないですか、髪の毛の。ね、女性の方なら、わかりますよね。なんかその日、美容院行ってきたなっていう匂いですよね。でね、みんな匂い嗅いでも結構ね、疑ってましたけどね。それだけ私普段汗臭いかな。ね。ほんと。でもね、たきちゃん一人でなんか走り回ってやってましたけど、やっぱりね、一人は嫌でね。こうやって野犬たちは結局群れでいたんで、一人、ね、嫌だから、こうやっていてたらね、いつの間にか気づいたらね、近くになんかいます。つかず離れずやね。たきちゃんすごいほら、なんかちょっと遠いかわからないかしら、なんか吹っ切れたというかね、ちょっとまた一つ壁が取れたという話をさっきしたんですけど、なんかね、顔つきがね、変わったんですよ。わかるかしら、伝わるかしら。なんかね、どっちか言うたらこの子ちょっとね、綺麗な顔ですけど、まあ、キリッとしたね、かっこいい感じの綺麗系やったんですけどね。今目細めてますけど、目がね、優しくなりました。それ感じます。やっぱ顔にね、現れますね。姿、形、行動、全部やっぱりね、連携してるんですね。子供もね、結構、まあ、今じゃなくてもと思ってたら、もうあっという間にもう今度小学生になりますから、そしたらね、幼児期に大切って言われてるいろんなね、愛情ですね、母からの。好きだよだけではね、やっぱり大好きだよだけではね、やっぱりうまくいかないですよね、現実ね。で、大半がやはり母がお世話してる養育者になってますんでね、そこのところもかなり今反省していて、子育てと犬は本当共通することがたくさんですね、実感します。見てんな、静かにね、後ろにいつもいます、アギちゃん。いつももうちょっとだけ近いかな。欲を言えばもうちょっとね、少ない子たちを相手やったらもうちょっと接する時間が変わるから、もうちょっと早いことね、変わる子もいるなっていうのはね、やっぱり考えますけど、あ、でも長くかかる子は長くかかりますしね、もうこれもね、なんかいろいろ考えます。これ以上今日は近寄ってこないですね。はい。
噛まれた。はいだ。よいしょ。ということで、さきちゃんとキッシュのキーでした。さよなら。ねちっち、あちいこ。かちこいでしょう。かちこいな、さきちゃん。かちこいとこ取れたな。遠かったけどな。行こうか。ちゃんやっぱりね、こんだけ走るとね、こけますよ、犬たち。さっきもタキちゃんね、思いっきりこけました。でも、その時、取ってないんだよね、いつもね。気ぃつけな、足ぐねりますよ、タキちゃん。タキちゃん